福島第一原発に関して補足情報です。福島第一原発の1号機と2号機、第二原発の1号機、2号機、3号機、4号機では原子炉を格納する容器内の圧力が上昇しています。このまま圧力が上昇し続ければ容器が壊れる可能性があるため、海江田経済産業大臣は第一原発の1号機と2号機について容器内の蒸気を放出し圧力を下げる作業を行うよう指示しました。さらに第二原発の1号機と2号機、4号機で原子炉を冷却する圧力抑制室の温度が100度を超え、通常の30度前後を大きく上回っている状態だということです。これにより原子炉を冷やすことができなくなっているため、東京電力は国に対し緊急事態の通報を行いました。東京電力が国に対し緊急事態の通報を行ったということです。